さてとソニアちゃんに話聞くか。あ、さて、見事ワイルドエリアを通り抜けたすごいトレーナーよ。エンジンシティにやってきた目的は覚えているのかな。ああ、ジムチャレンジね。オッケーオッケー、覚えてる覚えてる。さすがジムチャレンジの開会式だね。あ、開会式ここなんだ。エンジンシティさっきちょっといろいろ見て回りたかったんだけどな。おお、あれか。ちなみに明日開会式が行われるのはエンジンスタジアム。あ、いわくこんなところにもいるの。スタジアムに行くにはあちらの昇降機を使うのだ。お、口調なんか変わったね。じゃあね、私はせっかくだからブティックとか寄っちゃうけど、あ、一緒に行こうよ。行きたい行きたい。忘れずにスタジアムで受付を済ませておきなよ。おーい、ちゃった。まあ受付の前にいろいろ見ていくか。ブティックどこかな。こっちはダンデさんが投げるボール勢いありすぎて中のポケモン目を回してそうそれはありそう。モンスターボールを投げる。何度も投げ込んで投球フォームを固めるんだ。そんなコツいる感じなの。総理私はお花のポケモンが好き。特別な日もそうでない日も毎日花を買って帰るのです。うちのポケモンは花の香りが好きですから。ロゼリアとかそういうのかな。もしくは臭い花とか。これはなんだ。入れる。あ、ほうほうじゃん。懐かしい。ほうほうは苦い味もいけるが、私は甘口が好きなんだよ。あ、ここなんか、ポケモンも一緒に食べられるところ？なにこれ？クリックルー、クリックルー。あ、ガーディー？ガーディー？かわいい。待って、こっち向いて。あ、こっちには向いてくれない。リス。あ、かわいい。なんか買えるのかな。バトルカフェ。一日一回、勝てばスイーツプレゼント。勝負いたしますか。やってみるか。はい。それでは参りましょう。レッツブレイクタイム。チャンピオンタイムとはまた別の出てきたな。マスターのイチローが勝負仕掛けてきた。マスター三ツ葉に。おお、蜂か。ロズレイティのように優雅な勝負でした。ロズレイティってなんだ。やった、スイーツ。イチゴ飴細工。何それ。イチゴの形をした飴細工。マホミルに持たせるとくるくる回って喜ぶ。マホミルがわからんけど、なんか可愛いな。喜ぶんだ。あ、いや、なんかいろいろ見てか。あ、いわくはなんか、出たり消えたりする。おもろ。ここ何？お、ポケモントレーナー。いいものをあげるからポケモンに使ってみなよ。あ、やったー、技マシン。気合いだね。技レコードか。年代物、レアの技を覚えられる。一回使うと壊れるのもヴィンテージでいいんだよな。あ、技マシンと技レコードって何？なんか違うの？あ、ブティックだ。服なんか違うのかな。あ、違う。これなんだっけ、ニョロモンだっけ。
マスクシャツゴージャスプリント何のこれだ、ウニプリント、何こいつ待って待って待って、スポーツスウェット、あ、まあこの辺は普通だな。あ、こういうスタジャンとかちょっと可愛くない？ねえ、ねえ、なんかいいのありました？私が好きな服と似合う服が違うんで、ああ、あるあるね、わかる。ワイルドエリアで目立つの探してるんだよね。目立った方がいいのかな？なんかポケモンに襲われそうだけど。あ、おじちゃん、ファッションに老人らしいとか若者らしいとかないのだよ。あ、そうね、いいと思うよそれ。あ、ソニアちゃん、いたいた。おばあさんに追われて、旅に出て私にも楽しみが必要よね。あなたもショッピング、ちゃんとジムスタジアムに行きなよ。完全に忘れてたわ。ジムか。あ、なんか床屋？あ、キツネくん、ポコン。あ、かわいい机の上に乗っていいのか。でも自分に合わなさそうな髪型もやってみれば意外といけるかも。世界を変えるにはまず自分が変わらないと。パール第一歩としてヘアスタイルを変えるのはどう？ここ変えれるのかな？なんか奥にも行けそう。あ、おしゃれな店だな。どうも、ここできるんですか？あ、できるの？え、待って待って。髪変えるでしょ。なんかちょっと寝癖みたいなの気になってたんだよね。直そう直そう。おー。さてと今日はどんな感じにしようかしら。はー。待って待って、あ、あー、ミディアムパーマ、ギブソンタック、あ、これも可愛いね。ウェーブロング、あー、なんかこれ大人っぽいね。あ、ベリーショートできるのか。ベリーショートいいな。ツインテール、あー、ポニーテール、あ、これもあり。お下げ、あー可愛いね。ストレート、ブレザー、あ、よきカーリーボブ、あー、いいね待って、あ、この髪型では前髪は作れません。あ、前髪とかもあるんだね。一回ベリーショート気になるかも。流すのがこれ、なしが、あー、パッツン、重め、髪、あ、髪色黒以外がいいな。金は違うな。明るめがなんか良くない？ちょっとこれにしてみるか。なんかすっきりさっぱり。受けて。一回ね、一回これで。あー、ありっちゃありだけど、どうかな。印刷、いや、とりあえずはいいや。ちょっとこのメイクアップも一回やってみて、それでちょっと考えよう。やば、この辺とかなんかもうすごいなこれで闇落ちしてるじゃん。主人公としてそれはいいのか俺もすごいな。一旦これにしてみるか。なんか見てたらそのうち慣れてくるかも。あー、メガネ欲しくなってきた。一旦帰りてー。え、何こいつ、グフグフグフ。チラーミーちゃん、かわいいけどなんか笑い方が笑い方、うん、それでいいんか、グフグフグフって
まあいいか。ちょっとなぁ、一回服変えたい。ああそうだった、ワイルドエリア大丈夫かな。早くチャリ欲しいな。走るの結構なんか遅く感じてきちゃう。何、あ、ネイティオ、わ懐かしい。あ、ガーディいる。ガーディかわいい。あ、ガーディかわいいね。ロバ、ロバいるわ。はあ、いや今日なんかロバ多くね。この間見なかったに。多分なんかこのワイルドエリアって過去作のポケモンが出てきてる感じなのかな、もしかして。あ、それだったら余裕があったらワイルドエリアを捕まえるって感じにしようかな。うお、絶対ロバの進化系じゃん。あ、とりあえずはね、うわ、あ、なんかウサギさんっぽいのがいるな。あ、多分こいつの進化前なんだろうな。なんかこうスペースワールドのキャラクターにこんなんいたような気がする。とりあえずはしばらくワイルドエリアで捕まえるのはいいかな。普通のマップで捕まえたい。あ、どちら様。あー、なんでもない。あ、そういえば体力回復させとこう。で、なんか駅に行ったら珍しいポケモンがいるとかなんとか言われた気がする。あ、この人はなんか前見たな。あ、ウフールがゴロゴロしてる。ブラッシータウン行ったら、なんかいるって話だったかな？もういないかな？鎧島行き列車が到着いたしました。鎧パスをお持ちの方は、ご乗車願います。いや、なんか、変な人が。なんかボール浮いてますけど、鎧パスはお持ちでしょうか。無論所持しているよ。曇りなき眼で確認願う。あ、下かかなんかか。確認しますね。何？あ、ヤドン。あれ？ヤドン。なんか、黄色い塗料塗られてるけど。なかなかにエレガント。あ、じゃあまた鎧塔から乗り継いできちゃったか。おー。何このヤドン。いや、かわいいね。ポケモントレーナーだよね。ヤドンが改札に座って他のお客さんが困っちゃう。捕まえてくれないかな。ヤン。勝負を挑みますか。これなんか別のイベント始まってない？え、ちょっと置いとこう。え、絶対これなんか、ジムチャレンジ前、こんなヤドン捕まえるイベント挟まる？サブイベ的なやつかな？もう今回、ヤドンなぁ、いるかって言われたら、微妙？あ、違う違う違う。駅はいい。あ、ちょっと。あ、違う違う。また、後で来ようかな。ブティック行きたい。ブティック、ブティック。頼もう。メガネくれ。あー。え、白だったらこれの方がいい気がする。あ、
他の色もありっちゃありだけどな。白買おう。一旦これにしよっと。うん、ロトミ、カードを更新してくれ。何やってもなんかこうおかしい気がしてくるな、この絵面見ると。まあいいや、ホッケー。よし、エンジンシティ行こうっと。誰だ、ガーラルのヤダンとは初めての出会いですか。あ、ガルアルのヤドンか。生まれは違えど、ヤドンののんびりさは変わりませんよね。そうですね。あー、黄色なのがガルアルのヤドンか。なんで、こんな、微妙な違いだな。まあいいや。ワイルドエリア行こう。とりあえずジムチャレンジ。ねえ、受付行こう。わっ、いつ見てもなんか怖いな。怖っ。声のぶと。さっきマスターが使ってたミツハニーじゃん。え、怖い怖い、ついてくるついてくる。あ、いやー、こんな可愛いウサギがあんなあるのか。あ、このお馬さんちょっといいよね。まあ、ちょっと今は置いとくけど、後で来ようかな。あとっていうか、もうちょい進んでからかな、ワイルドエリアでいろいろやるのは。ああ、出たよ、前回こいつにやられたんだった。くそー。やっぱワイルドエリアはまだ早かったな。ネイティオ。え、ロバ。あっつんだな、前髪。もう巣穴とか瞬殺される予感しかせんわ。やめとこやめとこ。まあ、エンジンシティぐるっと回って受付行くかな。ね、おっさんたち何話してんの。なんてでっかい街だ。俺絶対迷うからこまめにタウンマップを見るよ。タウンマップ、ガラルにおいてチャンピオンはまさに英雄と言うべき存在。皆が彼の言動を見守る。責任重大だな、ダンデさん。こいつ何？チュルチュル。水吸ってんの？草ポケモンっぽいね。甘まいこがくつろげる。甘まいこって何？こいつが甘まいこ。甘まいこがくつろげるスペースがあって最高だよ。
自分も思わず喉を潤そうとしちゃったよ。あ、これポケモンの飲み水スペースみたいなところか。へえ。さっきのご飯美味しかったな。どこで食べたんだ。店紹介してくれ。あ、リワーク。リワーク。グッグイワ。リワークこんなところで出して大丈夫。ジムチャレンジを見るため、はるばるアローラから来ました。あー、アローラって、あれか。ナッシーがやばいと噂の。あ、なんか光った。あー、いい傷薬。やった。いいことあった？いいこと。ああ、まああったかな。自分が背番号をつけるなら何番がいいのかな、悩むよ。うん、好きなジムリーダーと同じユニフォームを着たら上がるでしょ。ユニフォームとかあるんだ。あ、これもレコーディアか？あ、すごい耳栓を君にプレゼントしちゃおう。すごい耳栓。さまざまな音のボリュームを自由自在にコントロールできる不思議ですごい耳栓。お、何使うやつ？深く刺すことで鳴き声を聞こえなくしたり、音の環境を変えられるのがすごいのだ。へえ。何に使うんだろう。本が置かれてる。ジムリーダー特集の雑誌が人気だと宣伝されてる。あ、ダンデさん乗ってるのかな。ジムリーダーじゃないのかな、ダンデさん。チャンピオンだし。あ、お花屋さんここにもある。ローズさんはガラルが好きでね、エネルギー事業を起こしつつジムチャレンジを盛り上げるんだよ。あー、誰だったっけローズさんってまだ出てない人。ジムリーダー、草ポケモンのジムリーダー的な人かな。私飛行機とかでかい鉄の塊が動くの怖いんだよ。ポケモンならいいんだけど。でっかい昇降機が動く蒸気ってすごーい。あ、バギュア。あ、リザドン。おお、あ、ダンデさん。リザドン、お前がいてくれないと俺はスタジアムにも行けない。マジかよ。だって俺はこんなにでかい昇降機を見失うんだからな。なんで見失った。よう、親方。なるほど、推薦状にふさわしいトレーナーになった。え、本当？見た目変えただけなんですけど。今の君ならバッチリ使いこなせるな。今に持たせておくといい道具をプレゼントするぜ。木炭。ほう。物を燃やす燃料。持たせると炎タイプの技の威力が上がる。あ、ウサギさんに持たせればいいじゃん。さあ、昇降機に乗っていくんだ。ほう。うんうん。あれ、ダンデさん一緒に来てくれないの？行こうよ。エンジンしてぶらついてもいいが、俺のように迷うなよ。きちんと昇降機に乗ってエンジンスタジアムに行くんだぜ。ていうかちょっと思ったのがさ、森では迷わなかったじゃん、ダンデさん。実はこう方向音痴のふりをしてるとかない？ねえ、ダンデさん、そんなことはない。ガチの方向音痴なんかな。あれかな、ホップの危機には森では迷わないみたいな。やっぱお兄ちゃんだよな、そういうとこは。ね。オッケー。昇降機で行くわ。おお、うわ。なーに今の。ジムチャレンジ開会式ならジムリーダーたちもやってくるよ。あ、ホップ。またセタ？もしかして。来たか。エンジンスタジアム開会式の場所だぞ。ジムチャレンジは開会式は母ちゃんはもちろん全世界の人が見るんだ。おお、マジ？俺の心がざわつく、感動で震えているぞ。テレビデビューしちゃう？ビシッと行くぞ。分かった、世界が俺たちを知るんだ。
ってかなんじゃこいつ。やほーじゃーん。モンスターボールに話しかけた君にいいものをあげちゃうボール。親方はモンスターボールを手に入れた。ああ、ちなみに僕はモンスターボールじゃないよ。じゃあ誰なんだろう。答えはボールガイボールよ。なんだこいつ、妙にガタイいいし胸筋すごいな。スタジアムでっかい、家が何個入るのかな。目の前のボールガイにはノーコメントか。ダイマックスしたポケモンが戦っても平気なスタジアム。大昔では石造りの巨大スタジアムがあったそうだ。へえ、なんかマスコットキャラクター的なやつなのかな、スタジアムの。まあいいや、いっか。おお、ほんとだ、でっけえ。おお、みんな挑戦者か。みんなもうユニフォーム着てるね。ああ、こいつらがみんなライバルか。ああ、うちらだけじゃないんだね。とにかくエントリーしようぜ。お、なんか、綿菓子みたいなやつがいるね。今のでナルシスト感が伝わってきたけど。なんだよ、あいつ。ジムチャレンジ参加でしたら推薦状お願いします。はいはい。ダンデさんからもらったんですよ、うちら。なんと、チャンピオンの推薦初めてですね。せやろ。俺もだぞ。ダンデさんが二人も認めたんですか？そうだぞ。あなたたち何者です。俺はホップ。ダンデの弟、そして未来のチャンピオンだぞ。いや、そんな先に行っちゃって大丈夫？ホップ。あ、はい、しばらくお待ちください。ちょっと引いてるじゃん、スタッフの人は。お二人ともエントリーできました。それでは好きな番号をお選びください。選んだ番号はユニフォームの背番号として使われますよ。あ、番号か。何する？ 0 番っていけんの？あ、0番。あ、普通に0番いけるんだ。あと、ジムチャレンジ参加のチャレンジバンドもつけてくださいね。明日ここでジムチャレンジの開会式が行われます。参加なさる皆様は、ホテルスボミーンに泊まれます。委員長すごいな。よし、サクッとホテルスボミーンをチェックだ。スボミーン、いずら。お、ホップ何番にしたんだろうな。あ、イカスお姉さん。あれ、ビュースさんですか、もしかして。今回の大会は委員長やチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーがいるんだって。へえ。みんな緊張して勝ち残れるのかな。ね、さっきの子でしょ。僕はリーグ委員長に推薦状をもらった。いわばエリートオブエリート。いや、こっちたらダンデさんにもらっとんじゃい。僕に無駄な時間を使わすなんて罪深いですよ。なんかあれだな、なんだっけ、ヘイベイビーみたいなことを言いそうだね。君、前髪かき上げてね。後々なんか出てくるんだろうな。あれ、この子も可愛くない？顔見して。開会式の前からビビッどうするのやったし、ボールの中のポケモンたちはやる気で満ち溢れてるのに。あ、なんか結構若い人ばっかりかなと思ったら、富士さん、みんなジムチャレンジャーかね。年齢層はそんな制限とかないのか。なんかピカチュウではないけどっぽいのがいるな。あらら、かわいい。キョロキョロしちゃって。あ、名前がハテナハテナになってる。
あんた田舎から来たんでしょ。だって私もそうだし。あ、田舎。そうなの。なんかちょっとスタイリッシュな服着てるけど。じゃあちょっと田舎者同士仲良くしようや。キョロキョロしちゃってって。おじいちゃんも参加？これだけの参加者がいても勝ち残るのはわずかなんだよ。そうなんだろうね。こっちはいけないまだ。申し訳ございません。これより先は事務ミッションに挑む挑戦者のみ入れます。こっちは？事務チャレンジ開会式、家族もテレビで見てる。あ、事務チャレンジャーの人でしたか。もう一度鏡で髪型をチェックするか。いや、もう崩れたりしないでしょ、その髪型は。おお。あ、まあ、ええか。事務チャレンジ、つい開幕ですね。ですね。まあ、一回外出るか。なんだっけ、ホテル行けとか言われた。おお、事務チャレンジャーの親方さんですね。そうです、ホテルスボミーはこちらです。案内いたしますので私についてきてください。ほう、いや隣並んで一緒に行こうや。ほんでどこ行った、あれ早くない？あ、いたいたいた。あ、こちらはスボミー。またおしゃれなホテルだね。なあ、ゆっくり休まれて、影響を養ってください。ああ。バラルはほとんどの企業はローズ院長のものなんだ。へえ。好きな人はチャンピオン、好きな言葉は最強。ああ。おお、いい感じのホテルだけど、何この銅像。ソンニュちゃん、よう若者たち、無事エントリーできたよね。おかげさまで。なんでホテルにいるの？まどろみの森にいるとされる、不思議なポケモンの調査。バラルの伝説を調べれば何かわかるかもって思ってさ。せっかくだから一緒に見る？おう。なんだよこれ。何？バラル地方を救ったと伝えられる英雄だよ。へえ、気になるなら説明するけど。身近に詳しく。まあまあ、詳しく聞かせてもらおう。大昔、ガラル地方の空に黒い渦、人呼んで、ブラックナイトが現れ、あちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが、剣と盾を持った一人の若者によって沈められた。おお、ここでタイトル回収ですか。その伝説の若者、すなわち英雄をモチーフにした像よ。でも、ポケモンじゃなくて人なんだね、英雄は。もっとも英雄がどんな剣や盾を持っていたのか分かっていないし、そもそも黒い渦とは何だったのかも謎もなん。ガラルの空を覆ったことからブラックナイトとも呼ばれるけど、英雄ってのは兄貴みたいに強いんだな。まあそうだろうね、強くないと。でも黒い渦とか剣と盾とか調べることいっぱいで、ソニア大変だな。大丈夫ってなんでこっちを決めつけちゃう。大丈夫？まあなんとかしないとね。頑張れよ。あんたたちホテルに泊まるならチェックインしておけば？受付はなんだかちょっと騒がしいけどさ。ほう。OK、何か分かったらソニアにも教えてやるよ。な、なんか聞いたら。ホップー。チェックインするならカウンター越しに話すんだぞ。すごい基本的なことを教わっている。ねえ、ちょっと髪切ったんだけど、どう？似合う？ショート。色も変えたんだけどさ、メガネもつけたし、目の色も変えたし、化粧もちょっとしたんだけどさ。あ、ニコー。いいっすか。あ、ニコー。いや、お気に召したようで何より。スニアちゃん、ホップのことよろしくね。
なんでもさ、父親代わりとしてあいつのこと心配してるんだ。あ、なんでさ、父親代わりなんだ。へー、そっか、なるほどね。な、ホップ、な、まあ、上行ってみるか。なんかエール団ってなんだよ、チェックインの邪魔。あー、マジここで何々、今回はエール団ですか。チムチャレンジャー応援のためわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエール団の邪魔するならポケモン勝負です。いや、ホテル内ではやめとけ。一回穏便にしよう。チェックイン、チェックインもできんし。マジ？バード。バードじゃなくて。まあ、じゃあするか。ああ、今回こういうね。まあ、応援には来てるんだろうけどね。ほら、邪魔するならポケモン勝負と言いました。いやいや、こっちもジムチャレンジャーなんだしさ。あるトレーナーを勝たせるためエールを届ける我ら。おう。エール団の凄さ、恐ろしさ、じっくりたっぷり教える。なんか、うまいこと言ってる風な。エール団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。なんか今回そんなすごい悪い感じのやつじゃないな。敵が。え、ジグザグマ？あれか、ガルルの姿？えへへへ。そうなの？あ、そういう感じ？水鉄砲でちょっと様子見。なんか、スタイリッシュになったね。かわいい動きが、ジグザグしてたね。喧嘩を売っておいて負けた。俺、めちゃくちゃみっともないな。おぉ、わかってもらえてよかったよ。やめとき？そういうのするの。おい、エヘル団の仲間たち、俺の仇を取ってほしいって。いやいやいや、ちょっと反省しな。え、連戦もしかして。はいはい、ホテルでポケモン勝負いいじゃん。よくないよ。ホテルの人も止めて。あれ？てか、そのタオル、なんかさっきの子っぽくない？あの子の応援団？いいホテルなんて浮かれていたかも。邪魔して悪かったですね。今度こそ反省してくれ。な、ホテル内で戦っちゃダメ。高級感あふれるスペース、落ち着いて戦えなかった。いやいや、そういう問題じゃないのよ。いや、お前のチェックインは騒がしいぞ。いや、違うから違うから。あの向こうが吹っかけてきた。で、なんだこれ、ポケモン勝負してるのかよ。ホップも一緒に注意してやってくれ。乗り気になるな。あ、それはありがたい。俺はジムチャレンジャーホップ、チャンピオンになる男だぞ。いや、そんな海賊になる男みたいな感じで宣言しちゃって。そんな、ダメだって。見えるお前の敗北が、聞こえるお前の泣き声が、ラッパ目指したら？ああ。ジグザグマと、くすねね。あ。ウフル、かわいい。ああ、エール団の下っ端。悲しくて声が震える。エールが欲しくて震える。ジムチャレンジの開会式見に来ただけなのに最悪。いやいや、それなら、もう、おとなしくしときって。な？見える俺たちの敗北、聞こえる俺たちの泣き声。あ、ほら、やっぱさっきの子じゃん。みんな何してんの？マリー、かわいいね。いや、あのちょっと。あんたたちがジムチャレンジャー気にするのはわかるけど、ちょっとばっかり手荒すぎるって。あ、この子は悪い子じゃないんだね。
ごめん、エルダは私の応援団なんだけど、みんな浮かれてるみたい。あー、別に指示してやってたとかっていうわけじゃないんだね。よかったよかった。ほら、みんな帰って帰って。おー、私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはトゲトゲしい態度になってるの。不愉快な思いさせたらごめんね。お前もジムチャレンジャーか、エルダンだっけ。早速ファンがいるなんてすごいぞ。そうだな。あ、その髪型反り込んでんだ。どこでやってもらったんそれ。私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはトゲトゲしい態度になってるの。ああ。いや、いいよいいよ。結局こっちも撃退しちゃったし。反り込みどこでやってもらえるんだろう。ジムチャレンジャーやるじゃない。あ、でしょ。あ、ホップチェックインするの。あ、知ってます、さすがに。ホテルスボミーへようこそ。ジムチャレンジにエントリーのポケモントレーナー様ですね。はい、そうです。親方様、親方様って言われるとなんかあれだな、別の感じになるな。リーグより伺っております。先ほどはありがとうございました。それではおやすみなさいませ。あ、投球の練習してる。おはようだぞ。おはん、おはよう。さて、いよいよ俺の伝説が始まるぞ。よし、親方、エンジンスタジアムでね、競争。また競争だよ、この子は。落ち着きなって。もう、行っちゃったよ。どうもどうも。いよいよ開会式です。そうだね。君、こんなとこで待ってていいの？開会式出るんでしょ、君も。この像。バラルを救ったと伝えられる英雄の像が鎮座している。あ、うーらら。いよいよジムチャレンジね。悪いけど勝つのは私だから。いや、そっか。今回なんか、ライバル結構いるんだね。ホップ以外にも。あの、綿菓子のこと、マリーちゃん。マリーちゃんなんか、取り巻きが、厄介っぽいけど、いい子ではありそうだよね。闇落ちしなきゃいいけど。あ、ジムチャレンジャーさん、いよいよ開会式ですね。あ、マジで？そんな一人一人に案内してるの？あ、はい、よろしくお願いします。目にも止まらぬ速さでジムスタジアムまでお連れします。そこはゆっくり来てくれ。あ、本当だ、早い。はい、開会式ですよ。これ、あ、外には出れる。こっち何があるんだろう。あ、ダイマックスでポケモン巨大化。へぇ。あ、でっかい鳥がいる。うわ。なんだこれ。うわぁ。近づけないね。あ、逃げちゃう。やっぱちょっと怖かったが、こんだけでかい鳥になると。ポケモンアーマーガーは空を飛んで人を運んでくれる。でも今お疲れなの。あ、そっか、お疲れ中。失礼しました。ジムチャレンジ行くか。あ、今イチオシって言わなかった？今イチオシって、あれ？イチオシって言ってくれた人消えたわ。まあ、いっとくかね。あ、この像さ、なんか昔からあるよね。ジムの前に。あれ、何の像だろう。てか、やっぱ、リアルになっても、ちょっとよくわからん像だな。この辺に大津未来のチャンピオンっていうやつがいるんだけどな、いつも。今回いないのか。そっか。なんだっけ、君。
昨日からそれをめちゃくちゃ自慢しまくってるな。ホップー、いつも早いね。早く試合をしたい。俺もファンが欲しいぞ。あ、昨日のマリーちゃんに影響されたのか。え、でもファン持ってもあれだよ、厄介だったら昨日みたいなことになるよ。大丈夫ホップ。でもホップのファンはなんか治安良さそうだね。よし、あ、ユニフォーム、うんうん、開会式はジムチャレンジの始まり。はい、着替えてきます。あ、更衣室がそっちあるんだ。おー、ゼロ番素晴らしいユニフォームがお似合いです。ゼロの背番号と相まってとても凛々しく見えますね。なんかチートキャラっぽくない、ゼロ番ってそれではいよいよジムチャレンジ開会式です。バンデさん1番とかなんかおお、あれか、オープニングでいた、イケオジーレディーサンズジェントルマン、私リーグ委員長のローズと申します。あー、ローズさん、お集まりの皆さんはテレビにわーなららら、わからん本当にお待たせしましたね。いよいよガラル地方の祭典ジムチャレンジの始まりです。おー、盛り上がってる。ジムチャレンジ、8人のジムリーダーに勝ち、8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進めます。おお、それではジムリーダーの皆さん姿をお見せください。おお、ジムリーダーもう来てるんだ。おお、キバナさん、あれ、お、ファイティングファーマー、草使いの野郎、野郎。え、なんかめっちゃ美人な子が来ちゃったよ。え、この子めっちゃ好きなんだけど。あ、イケオジカブさん、ベテランファイターカブ、あ、サイレントボーイ、ゴーストタイプのオニオンこの子も可愛いなあ、おばあちゃん、フェアリー使いのポプラ、ジアイス氷のプロフェッショナル、メロン、メロンあ、出たよ、キバナさん自撮りしてる一人来ておりませんが、あ、そうなんだ欠席かよ、一人サボるな、サボるな。おお、え、いいな、なんかこの感じ。あ、みんなユニフォーム着てる。あ、ホップも着てるじゃん。あ、終わった、早かったね。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく言えないけどワクワクとドキドキで震えてる。いや、よかったね、ホップ。あ、バンデさんとローズさん、いよいよだ、ホップに親方。いや、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして、私ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。あ、いいでしょう。いいね、あなたたちは願い星に導かれたんですね。まあ、そういうことになりますかね。開発したのは私の素晴らしい歌手なんですよ。あ、そうなんだ。マグノリ博士じゃないの？今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですね。いい、素晴らしい。ガラル地方が盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを披露するにもいいチャンス。申し訳ないですが、私、急ぎの用事がありますのでね。皆さんごきげんよう。一言もこちらに発させることなく去っていく。
ちょっとお腹出てない？メタボの検診に引っかかるよ。院長ご機嫌だな。いいか、二人ともまだスタートしたばかりだ。勝ち進むなら、ポケモンだけでなくトレーナーである自分を鍛えろ。お、いいか親方、ジムチャレンジはジムに挑める順番が決まってるんだ。最初はターフタウン、そのため3番道路へ向かうぞ。ほうほう、ジムチャレンジとはガララ地方の8つのジムを巡りジムバッジを集めるイベント。ジムミッションをこなしジムリーダーを倒す。ふんふん、オッケー。あれ、もうホップいないじゃん。綿菓子くんもいないじゃん。あ、もうみんな行っちゃったの？あ、っていうか今回もしかして四天王制度がないのかな。ジムリーダー倒したらもうダンデさんに挑めるって感じかな。あ、プレゼント、素敵な響き、プレゼント、院長素敵。なんか洗脳されてない？大丈夫？プレゼントさせていただくの、空飛ぶタクシー。空を飛ぶ、もうここで使えるの？今まで行った場所にもあっという間にひとっ飛びです。あ、今回なんかすごい交通の便がいいね。空飛ぶタクシーを使えばガラル地方の行きたいところへ、ポケモンアーマーガードひとっ飛びです。あー、空飛ぶタクシーのマニュアルをお読みしますね。 X ボタンを押してメニューからタウンマップを選び、次に目的地を決めてください。あー、次の目的地はターフタウン。初めて行く場所は自分の足で向かってくださいね。あ、そこは変わらないんだね。あ、イワークも追いに来てくれたのか。へえ、イワーク、ちょっと邪魔な感じあるけど。あ、イワークここにもいるじゃん。さっきのやつは違うやつだったのか。そうか、だってポケモンの技使いこなしたよな。若い高生あたり俺でも出せそうじゃない。やばい発想の人だ。ワン、どうしよう、僕のチラーミーがいなくなっちゃったよ。もう話聞いとこうか。え、チラーミー探すの手伝ってくれるの、ありがとう。水浴びと指笛、水が溜まった場所があればきっと潜んでるよ。そんな場所あったかな。ピュゲーって変な声で鳴くから聞こえたら指笛で呼んでみて。指笛ってどうやするんだったっけ。あ、これね、オッケーオッケー。僕たちの秘密基地、新しいジムを作りたいな。お母さんですか、チラーミー探してあげてください。ジムチャレンジとは別にジムリーダー同士で戦って強さのランクを決めているのね。そうなんだ。この辺は入れるのかな。あ、入れない。ジムチャレンジ、ジムチャレンジ。どうした。ジムチャレンジは旅なんだよ。ポケモンと一緒にあちこち巡ってね。いいかい、一歩踏み出すならもう一歩踏み出せるのさ。なんかいいこと言ってる。あ、ホップいいこと思いついたぞ。ここで俺と特訓しようぜ。待って待って待って、どうして、ノリで OK してくれよ。すまん。そんなんじゃジムチャレンジで勝ち続けられないぞ。いや、ちょっと準備させてくれないか。確かポケモンが万全じゃなかった気がする。特訓ね、 OKOK。 はい、ノリがご機嫌だな。ちょっと一回答っちゃったけどね。他のライバルたちに負けないよう俺たちも盛り上がるぞ。まあまあ、ここで一発ね、やっときますか。トレーニングになったのか、気を引き締めないと。まずいぞ、俺。なんかもう一匹捕まえたとか言ってなかったっけ。そっか、まだ3匹か。さすが俺のライバルだな。前の強さを見てみて、リーグカード。あ、やった。兄弟のリーグカードが揃ったな。じゃあ、こっちのも渡しとくよ。リーグカード。今エンジシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最初のジムリーダーは遠く離れた町にいるけど、絶対に最後まで勝ち進んでチャンピオンに挑むぞ。
あ、結構離れてんだ、ここから。あー、行っちゃった。パロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞ。叫びながら行ってしまったよ。あ、ソニア。よ、チムチャレンジャー。開会式かっこよかったよ。あれ、ホップ、先行っちゃったんだよ。そう、先に行きました。いても立ってもいられないのか、やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。ねえ。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。何？あそこに建物があるでしょ？ローズ院長の会社なの。ああ、ダイマックスバンド開発したって言ってたね。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えているんだよ。へえ。つまりガラル地方のエネルギーも委員長が支えているわけ。あら。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ院長。そうなんだ、すごいね。話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐をあげるね。ああ。どうもどうも。まあ、男女にはよく迷うしな。はい。あ、大切なもの？何度でも使える。強い。ありがたい。あ、ポケモンも元気にしてくれる。やったね。ね、ターフタウンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れ、ジムチャレンジャー。頑張れよー。あ、ソニアも行っちゃった。へぇー。あ、行けないんだね、やっぱ。まあ、危なそうだしな、工場。やばい。うろうろしてるおっさんに見つかった。運んでみせましょう、手紙と勝利。いや、こんなとこでうろうろしてないで早く配達に行きなって。あ、デリバード。あ、懐かしい。デリバード。氷でしょ？絶対姫ちゃんやばいじゃん。いや、寝た。運んじゃいました、あなたに勝利を。うさぎさん進化？早い。おや、うさぎさんの様子が。どうなるの、どうなるの。あっ、はや進化。ラビフットに進化した。ちょっとイケメン風になったね。っていうか、どっかで見たことあるぞ。なんか格闘技とかやられてませんでした。ねえ、AI と戦ったりとか。ウサギポケモン。手を使わずに木の枝から木の実を摘み取り、リフティング。足技を磨く練習。あ、サッカーやられてるんですか。へえ。あ、そういえば、ホップの見てなかったの。あ、ホップ。めっちゃノーマルなやつでしたね。189。何の数字だろう。いち早くかな、語呂的に。兄であるチャンピオン、ダンデから推薦状を渡されたポケモントレーナー。ダンデの試合を全てチェックしてると宣言。そのため、トレーナーとしての力量は高いのではと関係者に噂される。いや、本当にチェックしてるだけな気がするけどね。どうだろう。ダンデによるとポテンシャルはあるが慌てやすい性格で、試合ではせっかくの知識を発揮できていないとのこと。ダンデさんからダメ出しされてる。ウールとは家の仕事をこなすパートナー。ホップのウール可愛いんだよな。よし、オッケー。お、名前まだ教えてもらってないよね。ここに来るのですか。アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナー、僕が痛めつけるからね。おい、悪いやつかよ。エールダンよりなんか悪そうだな。ねえ、わたあめくん。あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。そうだよ。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。いやいやいや。そんな偉いかどうかで決まらないからね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。いやいや、
その推薦した人の偉さ関係ないからではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。おうおう言うてる。あ、スーパーボール使ってるじゃん。あ、ビートよろしくビート。ユニラン初めて見たな。え、何この細胞みたいな、細胞分裂を起こしそうなやつなんだろうな、エスパっぽいのかな。電撃とかどう。あーだね、あなたのポケモンにも見せ場ぐらいあげないとね。電撃対決だミーブレも知らんのばっかりだよ。入れ替えよう、とりあえず。ミープリム？キツネくん、とりあえず出しとこうかな。おい。かわいい。袋叩きにしとくか。こんなかわいいやつ、袋叩きにすな。やっぱそれなりの人数いるから結構効くね。いいねいいね。あともう一回、効果抜群。6回当たった。最近お気に入りの技テストで使ってみますね。えらそうに。チャームボイスがお気に入りなんかいい。あ、効く効くやばいやばい。いやまあとりあえず袋叩き、袋叩きにしといたるわな、俺らで。こっちの方が悪いやつに見えてきたな。よっしゃ、ラストいっとく。あ、意外と可愛いの使うんだねビートくん。お、よしよし。ゴチム、おやおや、僕としたことが、まあ、さっさと終わらせてくださいまた可愛いの出すしどうしたのビートくん、もう袋叩いとこもみんなで囲め囲め。こんなぬいぐるみみたいな可愛いの全員で囲んでボコボコにするっていうああ、効果抜群。あ、5回、あ、そっか、1匹、瀕死しちゃったからか。全く、急に弱々しくなっちゃったね。あ、これは姫ちゃんの仇。これも姫ちゃんの仇。よし。ビート君どこで捕まえてんだろう。かわいいんだよな。勝ったよ。なるほど、いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし。ツンデレ。いや、出れることあんのかな。今のとこツンツンだけど。驚いた。少しはやるようですね。ですが、あなたの戦い方、きちんと記憶しておきますから。本戦では僕が勝ちますよ。いや、こっちは行き当たりばったりだけどね。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたから。あれ、願い星落ちてたの、ここ。ああ、行っちゃったよ。ビートくん。あ、光ってる。願い星か？星の砂しかないよ、ビートくん。え？何こいつ。花だな。え、ちょっと可愛いし、野生の姫んか。姫で。スカンプが現れた。完全にスカンクですね。それはスカンク以外なくない？まあ、そのまんま石炭でね。
じゃあ、まあ、大工で。ケセランパサランのパサラン。オッケー。これ手持ちに入れとこうかな。はい。じゃあなんか爆弾っぽいからボンバーで。かぼちゃー。ちょっと待って。イブいるわ。ちょっと待って。食パンでまひらせよ。イブイ、イブイってそんな鳴き声なの？初めて聞いたんだけど。まあまあ、かわいい、かわいいのとかわいいのが、あ、砂かけてきた。あー、当たらない。いや、もうこれは捕まえるでしょ、イーブイは。いや、にしてもイーブイってそんなボイスついてるんだ。さっきもピカチュウで、ね、ボイスがついてたけど。だすごい声してるな。ね、パーイって言ってない？かわいいけど。あ、拾ってきてくれた。ありがとうね。あ、もう、やっぱもうちょい削っとくか。ね。カミカミしとこう。もうあと1回ぐらいかな。めっちゃ目うるうるさせてくるんだけど。あ、攻撃力がどんどん下がるなこれ。あ、もう1回いっとくか。おい、あの、うっそ、やばい。まだ噛まなきゃダメか。あ、当たんない。当たんない。ちょっと。え、ていうか、あれだね。全然攻撃してこないね。このイディは。もう一回くらいやっとくか。あ、でんこせっか。あ、嘘。え、そんな一気に来た？え、びっくりしたんだけど。でも、スカンク。もう、モンスターボール行ってこう。あ、ダメだ。でもスカンクやったら。18。いや、乱れ引っ掛けならいける。嘘、当たらない。また砂をかけてくる。ひぃ。よし。これで、あ、ギリか。ちょっとやめてやめて。ちょっと待って。そんな張り切らんでいいって。あー、マジか。倒しちゃったよ、イーブ。悲しい。ちょっと次リベンジしよう。あー、マジかい。